はいどうも、最近お昼はグミを食べて空腹を紛らわせているミストです。はい、本日はですね、14時にガチャ更新がありまして、こちらの応援団戦国高校攻略ガチャが来ましたので、こちら確定分30連引いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、個人的にドンピシャのガチャなんですよね。ちょうど戦国高校やってね、PD ランク目指していこうかなっていうところでこのガチャ来てくれたんでね、速攻引いていきたいと思いました。ということで詳細見ていきましょう。今回厳選11キャラのみのガチャとなっております。フランケン、オーダ、マンボ、アツモリ、二刀流、イザヨイ、全財地、お姫、夢城、のどか、カジ、ウカミ、軍事、アックツ、カザナギの11人ですね。まあこの中で特に優秀なのが、バナー内の3体かなといったところですね。はい。で、初回がパソ30個で PR 以上の全財地、お姫、アックツが1枚確定。2回目がパソ40個でエサリ以上の全財地、お姫、アックツが1枚確定。3回目が PSR の全財地、お姫、アックツが1枚確定ということでですね、もう戦国高校人権キャラがね、もう簡単にゲットできる時代になったなーっていう感じですね。で、出現割合が、全財、アックツ、千代姫で、ダイアップ、めっちゃ高くね？ダイアップ 46.23%。やばいやばいやばい。ショーアップが 13.57%。 うわ、これはやばいわ。これ過去最大じゃない？あれなんか 50% くらいのあったっけ。でもこの数字は見たことないですね。はい。で、ダイアップが全財地、お姫、ショーアップが阿久津といった感じですね。はい。まあ阿久津本命のね方がね、まあたくさんいらっしゃると思うんですが、私は今現状を千代姫が48、全財が45でしか持っていない、阿久津が42と、あと45がいるという感じなんでね、まあ誰が出ても大当たりという中でいきたいと思います。 GO！ ここもエサリ以上欲しいですね。おー、ナイス。でこれ 46% の確率で出るからねやばくない？半分よ、約半分。これ約半分で全財、千代姫、阿久津です。いやー、いいんですか、いいんですか、いいんですか。いいよ、来い。おー、ほんとやん。そして、かわいいですね。オッケー、千代姫ナイス。では、20連目いきましょう。ここはバラナイのエサル確定ですね。よっ。おっ。いいよ、全然。ヒラーンで、最初の1枚、PSR でもいいよ。さすがにそれは贅沢でしたね。いや、ほんとに1枚だけかい。あー、千代姫か。千代姫はもうね、50リーチだからね、もう本当に1枚通ればいいやっていう感じなんでね。はい。まあでもまあ、出現率アップキャラはめっちゃ出てますね。ありがたい。よし。まあここ。まあ、全財が安定するから、全財が一番嬉しいか。いや、でも阿久津かな。実用性が一番高いのは阿久津かなと思いますんで。まあ阿久津が出たらいいかなという中で。千代姫出そう。千代姫でそう、いきます。さあ、グググキラーンじゃないや、虹はなしと、虹はなしなんですが、安定するかな。安定したら全財ですね。うお、すごい。ほんとじゃん。まあ50になりましたね、これで。そして阿久津全財、さらに、うわ、もうすげえなこれめっちゃピックアップ出ますね。はいはいはい。まあ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 、千代姫50になったんで、よしとしましょうか。で、あとこの SR 以上確定のね、ガチャも来てますんで、これも引いていこうと思います。誰が来るかな？さあ、ここは何枚ですかね？ 1 枚。誰ですか？おお。これあれか、男性キャラか。男性キャラオンリーか。モザーの通常 SRA めっちゃかっこいいよね。うん。という中で、あとハッピーマンデーも引きましょう。うん。ということでね、めちゃくちゃ千代姫が出ました。千代姫が無限に出て、解放やっていきましょうか。50は確定してるんで、まあ、SR が通れば余るといった感じですね。どうしよっか。3枚あるからこれ通るっしょ。通りそうだな。とりあえずまあ PR とアルカリ行こう。千代姫って別バージョン出るかな。
まあ、通らず取っちゃうでしょう。お、まあ、通らない方が確定枠のね、あの恩恵がでかいんですが、どうでしょう。まあ、通るよね、通るよね。余っちゃったな。まあまあまあいっか。これでまあデッキパワーがちょっと上がりました。で、これでいいか。あ、大成功アップしてんのか。それはちょっともったいないんで、これでいいか。 OK で、阿久津がね、結構惜しい感じなんだよな。あー、なるほどね。これ1通ってくれたら、この45混ぜれるといった感じですね。これ結構でかいな。確定は確定が良かったな、こう見るとね。さあ、お願いします。で、45入れて2段階いけば選択ガチャ券で50にするの全然ありかなと思ってます。頼む、阿久津見せてくれ、来い。おー、いった、マジで。もう一個。おー、オッケー。これはでかすぎ、これはでかすぎ。で、ここの45、ちょっとこれ48になったら PSR 選択価値券使うわ。ちょうど取るキャラもいないし。OK。さあ、阿久津見せてくれ、阿久津見せてくれという中で、どこ行った？いた。行こう。二段階の神を、我に力をください。 GO！ 1、もう一個。おー、マジか。いや、それはでかいな、それはハイパーでかいな。敏捷ボナ6だからね。いや、これも言っていいよな。ちょっと待って、全然予想しなかった。それは、その神解放は全然予想しなかった。 SR1 枚とプラゴ1枚でプラ3ですからね。え、マジか。じゃあもう行こうよ、じゃあ行こうよ。これだよね、いる。ちょっと待って、他のはないよね。6周年スペシャル、ここにはいないんだよね。うわー、なんか SR で通したさあるけど、ちょっともういないっすね。なるほどね。ちょっと待って、最終確認するわ。はい、というわけでいろいろ考えたんですけども、まあ阿久津取ってしまおうかなと思っております。せっかく神解放したしね、まあ、ここは阿久津ゲットして50にして戦国高校頑張ってくれというね、まあもう運命だと思いますので取りたいと思います。まあ前菜はね、まあいいでしょう。はい、ゲイ。いや、マジで急にデッキパワー強くなったんだけど、これはちょっと、あの正直ね、戦国高校って、まあ、1時間弱くらいサクセス時間かかるじゃないですか。なのでちょっと避けてたんですけど、あ、一旦これ入れなきゃダメなのね。はい、ありがとうございます。阿久津50は結構レアじゃない？レアでもないか今となっては結構いるか。待機成功してくれ。ゲドウもね、地味にないんですよ、ご覧の通り。はい、というわけで、で、私がよくやっているね、戦国高校のデッキが、うわ、これか。え、やばい、めっちゃ強くなってるこれですわ。ここにキリルですね。やべえ、ここ48、42だったのが一気に52体増えましたね。これはちょっと、はい、経験点が500点から1000点くらい伸びてもおかしくないですね。という中で、うん、ここにキリルをね、借りてやる編成を私は好んでおります。もう千代姫以外全員二刀流の感じですね。はい、あとはここですね、柳生ちゃん入りのデッキ、こちらのデッキもね、かなり強いので、うん、柳生の PSR めちゃくちゃ欲しいんですけどね。まあリアリティ変換などもワンチャンやってもいいかなと思えるくらい今ね、テンション上がってますので、はい、まあ、その様子はまた次回以降の動画でね、
お見せしようかなと思っておりますといった感じで今回のガチャは、まあ、ある意味大勝利かな、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。